小柳です。本日の企画は、かつての師匠に初心者のふりしてドラムレッスン受けてみたー。ドッキリ。ドッキリ。おかげさまで登録者66万人ぐらいしていただいておりまして、なんとですね、恐れ多くも多分ドラマーの中で日本で一番登録者の多いドラマーにならせていただいてるんですけれども、こうやってね、活動ができるようになったものもね、実はですね、私幼い頃にドラムのレッスンを受けておりまして、その先生にドラムを教えていただいたおかげでこうやって今の活動ができてるんですけども、その先生に本当に10年ぶりぐらいになるんですけど、今日は会いに行って初心者のふりをしてドラムレッスンを受けて、最後にいただいて、アイキでした、お久しぶりですっていうね、ドッキリを本日はやっていきたいと思います。当時本当僕が先生に習ってたのって小学生とかだと思うんで、こういう写真があるんですけど、もうこんな感じでね、中村先生って先生に習ってて、どんな顔してるんやって感じやけど、絶対ドラム嫌いやねん。だいぶぶつくれてますけど、こんなちっちゃい頃から習っておりまして、だいたいね3年ぐらいその先生に習ってたんですけど、もう本当にお会いするの10年ぶりぐらいなので、緊張しますね。今日はその先生の前で久しぶりにドラムを叩くわけですから。でもこのまま行っちゃうと、おそらく多分今の活動も知ってくださってると思うので、先生本日は変装してマイキだということで、気づかれないように初心者のふりをしていきたいと思います。というわけで、数々私ドッキリをかけられてきましたが、本日は仕掛け人側です。嬉しい、やっとこちら側に来れました。ということで本日の企画やっていきたいんですけども、今日の企画とは関係ないんですけども、私先日マイキ P としてファーストアルバムアンチビリーバーリリースさせていただいてるんですけども、おかげさまでなんとですね、私先日の iTunes J-POP アルバムデイリーランキング3位、ありがとうございます。なんとですね、他の配信サービスレコチョクや D ミュージックなどでは2位とかも取らせていただいておりまして、まさかね、自分のファーストアルバムが上位に入れるとは思わなかったので、次はですね1位を目指していきたいなと思いますので、よろしくお願いします。でアンチビリーバー、いろんなもう配信サービスほとんどで聴けちゃうようになってるので、まだ聴いてない方はぜひぜひ聴いてください。一応僕の曲をね、僕が歌ってるアルバムになりますので、はい、よろしくお願いいたします。来年1月から新しい活動をバンバンやっていこうと思いますので、ぜひぜひそちらもチェックよろしくお願いいたします。ということで、はいはい、もう10年やってないので、電話番号で僕知らなかったので、知り合い捨てに今回中村先生の電話番号をいただきまして、そちらからね、ちょっと僕の携帯からね予約しちゃうとワンチャンバレちゃうかもしれないので、大勢の携帯を使って予約を取っていこうと思います。それでは早速電話かけますか。はい、やっていきましょう、やっていきましょう。ということで、ちょっと声もね低くダンディーに変えてね、電話していこうと思います。予約を取っていきましょう。もしもし、もしもし、はい、突然すいません、あのドラムの方からご連絡させていただきまして、はい、レッスンを受けさせていただきたくてご連絡させていただいたんですけども。あ、それはそれは、あのさ、そこで合間 なのでちょっと待って、あ、わかりました。お願いします。お名前は、あ、木野です。木野様。はい。はい、わかりました。ここで電話かけますんで、すいません。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。しゃ、よし。よし、じゃあ出てましょうかね。行きますね。はい、もしもし。もしもし。あ、あのドラム中村と申します。あ、ありがとうございます。お友達ってことですか？あ、そうです。あ、それはそれは、一回を試してみますか。あー、よろしくお願いします。ドラムやられたことはないんですか？いや、ちょっと始めてみようかなと思って。これからなんですね。あー、そうなんです。わかりました。あ、あとお願いなんですけど、はい、これから本当にちゃんとドラムやろうと思ってて、あの、ね、自分の成長過程を動画に残したくて、あの動画とか撮っても大丈夫ですか？あ、もちろん大丈夫ですよ。あ、ありがとうございます。むしろやってもらった方がいいかも。わかりました、ありがとうございます。あ、じゃあ、大橋のバンプっていうスタジオを第一候補にして、明日中には連絡します。はい、よろしくお願いします。しばらくお待ちください。ありがとうございます。あ、そうそう、もう一つ、日野さん、下の名前は何とおっしゃるんですかね？あの、勇気です。勇気、あ、勇気です。どういう字を書かれます？あの、普通の勇、あの、勇気を出すの勇気です。あ、あ、ファイトの勇気ですね。あ、そうですね、ファイトの勇気。あ、素敵、芸名みたい。
あ、いや、そうですかね。いい名前やわ。じゃあとりあえずということで、今日ちょっと私バタバタしてるんで、明日中には連絡します。ありがとうございます。はい、ではでは失礼します。はい、あのビシバシお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、失礼いたします。失礼します。うぇい、思いつきの名前やったっけね。本当に芸名みたいになってしまった。本当に日野やと思われてる。そうやね、日野勇気やね。日野勇気、名前かっこよすぎやん。ってことで、じゃあ次は変装ですね。ということで変装完了いたしました。誰、朝からエクソエクソ誰、朝からエクソエクソ誰。なんか違うセンターを開けた。さらにこれにサングラスをかけていこうと思います。これだったらわからないでしょうと、僕と言ったら多分派手髪みたいなところあると思うので、これだったらギリギリわからないんじゃないかなと。で、僕も教えてもらうときも絶対これもう外さないんで、ちょっとあの不審者っぽく結構おどおどさせて、コミュニケーション取るのちょっと苦手なんかなみたいな感じの雰囲気を出して、サングラスのことも触れられないような雰囲気でちょっと行きたいと思います。だから声のトーンをこのくらい落として、よろしくお願いします。で、行きたいと思います。はい、あれ、朝倉未来さん、君がいれば君、それ来週出れますね。君がいれば君が、ということで早速ドラムのレッスンを受けていきたいと思います。音楽スタジオへGo! あ、よろしくお願いします。あ、ごめん、あ、ということで音楽スタジオの前に来ました。中に多分先生が待ってると思うので、ちょっと隠れた方が、万が一見つかったらはい、ということでここからは日野勇気ということでこのトーンで、はい、喋っていきたいと思います。これガチなんで、マジでやらせとかじゃないので、出会った瞬間マイキ君ってバレる可能性あるんですよね。だからちょっと、もしそうなったらごめんなさい。ということで、はい、ここからは一旦音声だけお願いします。よろしくお願いします。あ、日野です。いらっしゃいました。普通に久しぶりの再会で緊張します。中村さん、ドラム。あ、そうです。あ、そしたらもう、はい、さっきですか、お願いします。あ、本当です。中村さん、あ、どうも中村でございます。よろしくお願いします。こんなところがあるんですね。線路が走ってるんですよ。ああ、出し放題。絶対の道のあるドラマ。なんてことですか。あのカタカナでマイクって書いて、YouTube なんかもすぐ出てきますから。あ、そうなんですか。登録が20万円です。超絶若者ドラマー。彼がまだ、ね、中学生の頃で2、3年ちょっと教えてたんで、自宅で。ああ、そうなんですか。後で YouTube かなんかで。どんな方なんですか、それは。今ちょっと出してみましょうか。いや、イケメンですよ。そうなんですか。大原さんに。はい。これ割と最近聞いてるやつ。マイキー。これもマイキー。ああ、東京リベンジャーズの。じゃあ、まあこれは後で見てもらっていいですか。で、まあ一応このバスドラムとハイハット、名前わかります？ハイハット。ああ、なんとなく。まあちょっとずつ覚えていただければいいんですけど。これがね、持ちやすいんですけど、最初はだいたい3分にあたりを親指人差し指でこうやって持ってます。で、3本軽く添える。持ちにくいですね。難しい。ですね。ごめんなさい。大丈夫ですよ。じゃあまずちょっと軽く。はい、じゃあね、こういう感じですね。そうですね。そこでこう軽くつまむようになる。はい、で、この3本を軽くこれでこういう意味。あ、
まあ、要するにですね、こうやって、こういう握りじゃなくて、2本で持って3本は軽くサポートするというようなイメージ。栄養、そんな感じなんですね。32ですか。そうです。ただ実際に32分音符ってめったに出てこないんで、ですからまず四分音符をちょっと練習してみますね。はい。16分音符いきます。はい。たか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 は。それ何かっつったら腕をね水平に上げすぎなんです。この辺はあんまり動かさないイメージで、この辺でどうぞ。そしたらね8ビートのね接続しましょうかね。分かりました。今からはあの他のちょっと複雑な。遠く大きすぎちゃったかもしれない。ああ、そう。そんな息子さんっておいくつぐらいなんですか。まあ22、23。若いんだけど。23。ああ、若いのにすごいですね。どのぐらいやったらあのぐらいいただけるようになるんですかね。まあ個人差ですね。ああ。あとどんだけ好きでどんだけドラムの時間を持てるかっていうのが結局どれだけ好きかが一番大事なんですね。もうどんだけ好きかがもうイコールですよ。頑張ります。今めっちゃうまいドラマも最初は超初心者だったっていうことがあるんでね。もう生まれていきなりできてるわけじゃなくて、最初はもう右も左もわからん状態からスタートしてるっていうのはみんな同じなんで。ああ、そう考えれば確かにそうかもしれない。そうなんです。それではちょっと進めてください。じゃあまず一番最初の8ビートっていうので1個伝授しますので。よろしくお願いします。構え方はこういう感じですね。アメリコ、腕を張らないように、楽に肩の力を抜いて。で、まず、君がいれば、そのピアノの中、あの、弾きはね、で、できるだけこう、まっすぐな感じで。で、まず、はい、8ビートっていうのは、ドーン、パッチ、ドーン、パッチっていうようなビートのことなんです。いいぞ、やってください。慣れてください。
こういう感じで、これを吹奏楽の8ビートと言います。で、あのドラムって叩く場所を変えるだけでイメージがかなり変わることがあるんで、同じことをライトシンバルに変えるだけでもまた気分変わるんで、それをちょっと一回言っておきましょうかね。はい。ハンガースクレーム。テンポのキープ力相当ありますね。本当ですか。うん。ね、あそこまで合わせられない。本当ですか。今これ刻んでたやつをちょっとライトシンバルに。はい。次のパターンで、実は譜面とかいろいろ見ます、ね、日本ではこういう譜面の書いてあるドラムグルーヴが入ってるんですけど、H1 がハイハットで、5、3、4、5、1、5、2、5、3、もう一回クリアや、すげえ。これ今の音符でちょっと自分で読めます、もう一発クリア、正解正解。まずこういう今ぐらいな感じでゆっくりな感じで脳みその伝達信号が通るように神経をね無理くり通すんです。脳みそがこれが動くように。で、あとは反復練習することによってその神経が太くなって、イメージするだけでそのパターンが、いやー、でも先生ちょっと難しいです。ちょっと僕ダメかもしんないですこれ。ちょっと届けないかもしんないです。一発でクリアできとるけど、いやードラムって難しいですね。いやーちょっと僕これ最後にアドバイスみたいなのもらえたら嬉しいです。じゃあ、ね、はい、久しぶりです。マイケです。マジ。お久しぶりです。マジか。久しぶりに会いに来ました。嘘だよ。やられたな。久しく教えてないのに。先生、よう覚えててくださりました。マジか。いやー、びっくりしたな。お久しぶりです。先生。うまいね。やられたな。いやー、僕今だけか。あ、そうなんです。変な人。ということで、先生、私ですね、YouTube で、ドラマとして、60万個も見ちゃった。そうです。YouTube でもやらせてもらってまして、かつての会いに行くという動画を、ね、本日ちょっと撮らせていただきます。いや、本当何回かバレちゃうんじゃないかと、最初入ってきた時にちょっと僕の話をまさかしてくださると思わなかったので。あ、そう。え、分かんなかったです。全然よかったです。髪の毛も黒いし、今日のためにちょっとマジか黒くしてきたんですよ。いやー、今なんかこうやってお仕事させていただいてるのもやっぱりちっちゃい頃に教えてくださってるから、今お仕事にできてるところがあるので、今日は感謝を伝えたくドッキリもしつつ会いに来ました。まさか私がドッキリにかかるとは。なので、恩返ししたいなと思いまして。先生って今何をメインなんですか。コロナのやつで自分のバンドね、今お休み状態だね。もう本当おかげさまで60万人ぐらいの方が登録してくださってるので、ちょっと先生のこともちゃんと宣伝したいなと思って。何かございますか。まあ年末にね、28日にももちパレスっていうところで、はい、ビッグバンド毎年やってるんです。いろんなところでが一応締めかな、今年。ああ、じゃあちょっとお時間ある方はもうマイキの師匠のライブにぜひぜひ行ってください。まさか会いに来てくれるなんて。いつか来たいと思ってて。僕どんな感じでした。ちっちゃすぎて自分がどうだったかをあんまり覚えてなくて、どうでした。僕の本当に初心者の頃から本当に見てる数少ない方なので、どんな感じでした。僕ドラム今でこそこうやってドラムをお仕事にさせてもらってるんですけど、僕結構最初下手かった感じ。なんかそんなに才能がめちゃくちゃあるわけじゃなかったですよね多分。
分。そう。だからやっぱ高校生になったぐらいからじゃないと。ああ。なんかもう好きなことを好きな感じで。だから逆にね、どういうきっかけでああいう風に叩けるようになったのかっていうの知り。僕が本当にやり始めのことしか見てなかったからですね。いや、でも先生多分途中でめっちゃいいこと言ってくださってて、どれだけ好きか、どれだけ続けたかってことだと思います、僕も。通りだと思います。だから始めたばっかりみたいな方も本当に好きなことだったらお仕事にできる変なこと言っちゃったねると思うので、いや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 、生まれた時は誰もみんなやったことないんだよみたいな話を。そうです、そうです。もう僕も現にそうでしたし、今こうやってお仕事にさせてもらってるのは、だから初心者の人頑張りましょうっていうメッセージですかね。どれだけ好きか、どれだけやれるかっていうね。というわけで、はい、あ、時間かな。ということで、はい、ありがとうございました。皆様ありがとうございました。あ、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。店長さんですか。そうです。あ、なんか店長さんが知ってくださってて、僕だってわからなかったんです。髪黒いと全然雰囲気が。スタジオバンブー使わせていただきましたので、使い方はぜひ、はい、先生、五条悟ってします。ごめん、勉強不足。五条悟にめっちゃ似てます。一番強いんですよ。なんか変な感じやね。でも名前も電話番号も友達の携帯でかけさせてもらって。日野くん、うわー、雪とか。あ、そうです、その日野勇気って言って。しかもね、あれ電話もらった時、俺佐世保にいたって。ああ、はい、佐世保でそのライブの昼ライブが終わって2部制で、そのちょうど中間、ちょうどね電話来たので出てたから。あ、そうなんですね。あの、お名前はって言われた時、あれ、小原マイキーって言うわけで。何しようと、日野勇気ですみたいな言ったら、あ、アニメみたいな名前だねみたいな。あ、ですよねみたいな。その場でとっさに考えたから。先生、ちょっとこうやってもらえます。ん、こうか、こうやるんですよ、あのアニメのキャラクターが。見えたら出ていいよ。はい、おって繁盛、名前言って繁盛、あんたもあんたも何もないまま。